SF です。いや、いや久しぶりっすな。いや、なんかね、まあニュースとか見とるとね、もうちょっとメンタルやられちゃってね。日本のさ、ニュースもそうやし、世界のニュースもね、なんかちょっともう俺なんかがさ、いろいろ意見していいんやろうかっていうか、こう数字がさ、いろんなこう悲劇の数字が増えてくじゃん。流行り病の重症者数にしてもさ、紛争被害者の数にしてもね、そのすげえその被害に遭っとる人みたいな数が増えるっていう数字とさ、数字のニュースとさ、かたやそのさ、自分のことで生きるだけで精一杯の俺の世界観とさ、こうそういう人んた、苦労しとる人んたを棚に上げてさ、自分のこの小さい生き方だけのさ、世界観の動画をさ、こう上げてくっていうか、発言しとるっていうかさ、ちょっと失礼かなっていうさ俺には俺のことしか正直できん、生きてくだけで精一杯やから、力としてはね。でその反面さ、こう視野を広げればさ、もうとんでもない悲劇が巻き起こっとるっていうかね、日本も踏まえて世界も踏まえてね。だから自分を棚に上げて何を動画でさ発信するやっていうさ、そういう視点でなんかちょっとね、思ったら動画が撮れんくなっちゃってね、苦労しとる人みたいにちょっとね、なんか俺みたいなやつ見たらさ、そらイラッとするかもしれん。俺らはもっと苦しんどるってさ、それどころじゃないっていうか、空を見上げれば星空とか青空じゃなくてミサイルが降ってくるとかさ、そういう人んたがおる中でさ、なんかまた違うやん、ここは。違う苦しさがまた違うあるじゃん、ここのさ、日本っていう国の中にも。だからさ、どうするがやっていうかさ、全然さ、そういう人たがおる中で自分がいいんかなっていうか、こういろいろさ、大したさ、人の役にも立たんことをさ、ああでもああやこうやとさ話していいものかと思ってね、動画が撮れんくなりましたねでもね、まあ自分はまあね、生きていくっていうことはこういうことなのか分からんけど、まあ頑張って生きていこうとは思ってますけどもね。でね、これでね、こういう話をした上でね、自分の小さい世界のね、しょうもない話をするっていうね、おい、今までの前座の話は何やったんやっていうことなんやけど、最近ですね、綺麗な賃貸を見つけましてね、その賃貸情報は分からんのやけど、その住みたいなと思ってね。で当然さ、まあ今住んどる場所よりは綺麗な場所へ行くわけやもんね。さ、手が届かんやろうなとかって思うんやけどさ、俺的にさ、その
まあ、当然一人じゃさ無理なんやけどさ、誰かとこうさ協力してさそういうところに住みましょうっていうさマッチングがさ世の中にさあるのかないのかわからんのやけど、そういうカップリングがあってもいいっていうかさ、まあ、世の中ってさ割とさお互いがこう恋愛観の中でさこうカップリングするっていうパターンが多いでしょ。でも俺とかさもうさビジネス的でいいっていうかさ恋愛観とかどうとかってのはもうあんまり関係ないわけよ。結婚したいとかするとかそういう次元の世界におらんわけね。むしろさなんかビジネス的な方向でいいっていうかさ好きだから一緒に住むとかそれは当然一つの答えやと思うんやけどさ、俺住みたいここの賃貸に住みたいでさ家賃払えんっていう半分ぐらいしか払えんって言ってさもう一人のさ人がさ私もここの賃貸に住みたいわやけど家賃払う負担が厳しいって言ってさじゃあここで二人で住みましょうかっていうここに住めるなら別にさ恋愛がどうとかこうとかっていうそういうカップリングじゃなくてさここで協力しませんかっていうかさそういう風なさカップリングでも新しいさそういう風でもいいっていうかね全然ねなんか恋愛観とか全然別の方向っていうかね企業だとさ我が社はこういう製品を持っててこういう強みがあります、我が社はこういう方向性でこういう販路がありますって言ってさお互いがこうさくっつくんだよね。企業同士だとお互いの強みと強みを生かして企業のいいとこといいとこと、これからこういう市場を伸ばしていきましょうっていうところでこうさあお互いの意見が一致してますねって言って協力していきますかって言ってこう併合するっていうかさあるやんね。人間関係はそんなにさ単純じゃないかもしれん。そのお互いの生活例えば俺とかやとそこの賃貸に住みたいって言ってもその人のさライフスタイルがあったりさ俺のこう人間性とかがさ あってこうすれ違いとかでなカップリングしん可能性もあるんやけどさ恋愛としてさ出会わんでいいっていうかさ俺ここのさ家に住みたいんやけどって言ってさ私もここ狙っとったんやねとかって言ってさまあ協力していきますかとかって言って住むっていうかね、まあ、そういう風なのこういう事例があるのかないのか可能なのか不可能なのかね。まあねでも狭いところにおるとさ喧嘩するでねっていうのも正直わかるしね。まあこういうパターンはねどうなんですかね、恋愛の延長線上にこう2人が存在してないっていうね生きてくからしかこう生きてく上でのカップリングって世の中にはあるんですかね。男女の関係でこう利害関係でこうカップリングしとるっていうさ。まあねまあ住めんでしょうな。まあ、それをちょっと思ったんでね。でもまあその子育てとかするんやったら当然さ一軒家の方がいいと思うよ。家を自由に使えるとかね、そういう面でね家を買えるっていうところまではいい選択肢やなとかって思うけどね、その金利とかお金を借りるとかそういうのはちょっと度外視してね、選択肢としてね。ただあんまりもうこのままさ普通に生きて普通にくたばってるだけやもんね。さもう賃貸でもういいかなっていうさだけど住みたい賃貸に住むことは難しいっていう風になったらさ、じゃあお互い協力しますかみたいな パターンでね世の中のさこうカップリング率が上がるとかさあるんですかね。まあ分からんけど、そういうのちょっとあるのかないのかね、面白そうだなと思いますけども。まあこう期待できるさこの物事ってあるじゃん。
こう社会が変わればこういう風に期待できるって。でもその社会がこう良くなったとしてもさ、こう自分でもこう頑張らなあかんことってあるじゃん。こう社会とこれとは別っていうかさ、あの世の中のこの大きな流れとさ、個人がこう成長して頑張っていくっていうのはさ、またこう個人でこう成長してさ、あの動きを作っていかんとさ、そら自分の生活良くならんじゃんっていうかさ、こう自分のプロジェクト、こう社会のこう政策っていうのはこうあってさ、で自分の人生のこのプロジェクトっていうのはまた別で、自分のプロジェクトをこうこう方向性を決めてこう動いていかなさ、そりゃ自分の生活環境変わらんよねっていうさ、その辺がさ、俺とかはなんかもうただこう流される、世の中に流されるようにだけ生きとる人間やもんでね、あんまりなんかビジネス的じゃないっていうかね、誰かとこう協力関係を持ってね、時代とかねライフスタイルをこうこうやってきましょうっていうことがないよね。そういう場所にはおらんっていうかまあ自分のことだけで精一杯みたいなね、まさにねそういう状況で生きとるからさ、なんかね今後ねまたこう世の中とは別でね、自分のことでこうこんなことをっていうか、自分のことは政策って言わんな、プロジェクトやな、うん、一つのプロジェクトをねこう考案してこう物事が動いていくっていうところまでねいければね、まあ、人生ってまた、ね、変化していくかなと思いますけど変化する前にくたばるかもしれんなまあそういうことでね、なんかあんまりね動画を撮っていいものなのかどうなのか、まあ平和な世の中やったらね、まあ好き勝手さ、なんかバカが言っとるなっていうだけの話なんやけども、あんまり世の中が混迷な時代にさ、あんまり軽率なことを話したり発言したりしていいものなのかどうかさ、ちょっと自分でねなんか思うところがあってね、またねちょっとまたちょっと気が向いたら動画撮るかもしれんけどさ、まあ皆さんもまあお体にだけは気をつけて。 SF でした。